では今日はオフ会です。ですね、今食材を買ってきました。見えますかね、僕には見えてるかどうかは分かりません。はい、まあまあ買いましたね。渡るさん来るんで、いっぱい買っとこうと思っていっぱい買ってきました。で、今日は僕の相方にもいろいろ手伝ってもらうので楽しんでいきましょう。黙れそれではまたお台場で会いましょう。 See you later。お久しぶりです。省吾さん。バンドつけた人は基本的に僕の言うことは全部イエスって言わなきゃいけなくて。あ、そうなんだ、はい、イエスありがとうございます。どうぞ。今日ご飯食べてきました。食べてないです。ナイスです。でも、これはさ、部活の中のドラッグだけ。皆さん、すいません。今日は暑い中、お集まりいただきありがとうございます。これからも僕の応援よろしくお願いします。では、乾杯。はい。名古屋行ってみたいけど、名古屋って何やんの？なんで止めたの？いや、トーマくんにやるから。トーマくん東京来るんでしょ？じゃあ行かなきゃいいや、俺。いや、もっと大事だけやで。え、遊びに来るっしょ。これも勝手に自分の中でルール組んだ。3時までだったら何食ってもやるから、うん、走って帰ろう。こっから川崎まで、うん、お前も一緒やるよ結構僕の同居人の方がいろんなすごいエピソード持ってるって知ってますね。全く知らない人で。え、なんか言ったのだっけ？投げつかれて。父さんに会いに行くって言って、父さんの飯食いに行くって言って出かけて、父さん待ってたら知らない女性にガーン抱きつかれて、めちゃくちゃ泣かれて、うわー慣れて、うん、知らないから、おーどうって言ってたら、女の人がもう顔見て、あ、間違えたって誰みたいな最近人気上昇ナースです。登録者が36万人。
終わった、タイミング。ちょっとまだ、でも減量中やろ。俺、いくつないで食明日、頑張ろう。なんで俺も言ったの。なんか皆さん、なんて、もし YouTube 見たことなかったら、どうしてみてください。結構、初心者の人とか、トレーニングしてない人の像も全然見てるので、結構見やすいと思います。そうですか。確かに特別なんか作業やってるイメージじゃないもん。あの、うん、コートの関係でこう傾斜つけてあんなこうやる。しないしない。あんなやんなくても絞りでやってるんで。絶対芝刈りとか。エイト見て安心するわ。何こんな絞ってる。それ絞れんよ。絞る。こんなこと言っても絞る。まだいってる。あと4キロ。頑張ろう。1ヶ月ぐらいだね。そしたら。近くの公園に行ける人で行きましょうか。はい、2、うわうわ、じゃあイントラブラストか、何が残ってるっけ、CLS CLL、OK です。そしたらラスト1個は誰が取るのでしょうか。あ、24、うえー僕行きまーす。68よいしょ。おお最後は、じゃあ最後当たったのは皆さんおなじみのやす姉さんでした。おめでとうございます。じゃあやす姉さんには家をプレゼントいたします。家大会終わりかな。もっと食べれる時に買い取りするかもしれないんで、その時はまたクリスマスとか近くでクリスマスイベントみたいなんで、後ろの番組が晴れていただいて、うん、で、あ、すごい、ね、まあそこら辺だったりとかもしてきたらいいかな。その頃のまたコロナの兼ね合いとかを見て、もっと大人数できるんだったらもっと前から告知して、もっと大人数でやって、いろいろインフルエンサーとかをもっと巻き込んでやって、楽しいものを作れたらなと思うんで、その時もぜひまたご参加ください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では解散We got history, got me feeling